埼玉県深谷市本田谷付近道の駅大田上部、道路は埼玉県熊谷市西別府の上部インターチェンジから群馬県前橋市田口町へ至る国道十七号バイパスである。上部国道や上部バイパスとも呼称される。国道十七号現道は中仙道で埼玉県熊谷市、深谷市、本城市、群馬県藤岡市、高崎市等を経由して、 前橋市へ向かう。しかし渋滞が多く、そのバイパスである深谷バイパスも渋滞するため、それらの根本的解決を目的として、計画されたのが東バイパスである。地域高規格道路、熊谷渋川連絡道路の一部として整備されるため、熊谷市前橋市間をなるべく短距離で結んでおり、本庄市や藤岡市、高崎市を通らずに、 群馬県大田市や伊勢崎市等を経由する。群馬県内における最後の未開通区間が2017年3月19日に開通したことで、上部道路が全通となり、同時に熊谷バイパス、深谷バイパス、前橋渋川バイパスと合わせ、埼玉県河野市から群馬県渋川市に至る熊谷、渋川連絡道路としても全通となった。なお、 埼玉県内全区間と群馬県内の国道5 5号、前橋市今井町以北において残る暫定2車線の区間がボトルネックとなっており、全通による交通量の増加に伴い、これらの区間では渋滞が頻発している。そのため、群馬県内においては4車線化の拡幅工事が進められているが、埼玉県内では2020年現在実計画は立てられていない。 東京と群馬方面を結ぶ主要幹線として国道17号の存在が挙げられるが、旧中線道をたどるルートのため市街地の中心部を通過することが多く慢性的に混雑しており、また道路そのものも熊谷市街地北埼玉、群馬県境までは対面通行となっているため交通量と道路状況が合っていないのが現状である。加えて、 東京・新潟間を結ぶ関越自動車道も練馬インターチェンジ埼玉、群馬県境間においては川越や東松山方面を通る国道254号と並走しており国道17号との接点が非常に少ない。これを改善するため埼玉県内においては市街地の混雑を回避する目的で熊谷バイパス。 深谷バイパスが建設されたが、さらに東京新潟間の国道におけるショートカットを目的として、群馬県内を斜めに通過するルートが考えられた。これが熊谷渋川連絡道路であり、上部道路は一部となっている。また位置的には、関越自動車道と東北自動車道のほぼ中間に存在するため、南北方向の高速道路網がない地域を保管する目的もある。 開通予定年度埼玉県と群馬県の県境、利根川には新庄部大橋がかかる。昼、夜にかかわらず、交通量が多く、夜間はトラックの往来が激しい。路面は1981年に開通した区間は、一般的にアスファルトを使用しているが、1992年に開通した区間は新庄部大橋を除き、静粛性を高めるために、コンクリートとなっている。 新城部大橋の群馬県側には上下線ともに休憩施設があり、トイレが設置されている。昼、夜にかかわらず、長距離、トラックドライバーの仮眠場所とされているが、2012年3月30日に、前橋方面に3キロメートルほどの大田市、か川町に、道の駅、大田が開設された。4車線価格復興時を順次進めている。 大田市安養寺町伊勢崎市堺市田淵名館の古道橋などの部分は2012年11月27日に伊勢崎市大田市堺の大島堺立体は2014年3月20日にそれぞれ4車線化されこれにより群馬県内では利根川から前橋市今井町の国道55号交差部にかけての約 21km が完全4車線化された 最後の未開通区間となる前橋市場細井町前橋渋川バイパスマは用地買収と工事が進められており2016年度の開通予定とされていた2016年10月6日未開通区間の建設現場で鉄鋼スラグに類似する不純物が発見され安全確認のため12月4日まで工事が中断されていた群馬県による調査の結果 この不純物は現場に、もともと埋没していたものではなく、工事で使用された、天然採石の採掘作業時に、鉄鋼スラグが混入し、持ち込まれたものであることが確認された。鉄鋼スラグの問題はあったが、予定通り2016年度内の2017年3月19日に、全線開通した。平日24時間交通量前橋西久保線、前橋大間ま気流線間は、 深車線としての運用。立体交差は、伊勢崎インターチェンジ以外の全てが、上部道路の本線が立橋で交差する道路を、またいでいる。深谷バイパス上部道路前橋渋川バイパス。ありがとうございます。